はい、では引き続きやっていきたいと思います。はい、ポーさん。お、引き続きね、ゲスト、ポンさんと一緒にね。引き続きだね。さて、奥の方行ってみようか。ていうか、あれいつ言う？あれってなんだい？あれってなんだい？うん、いいけどね。言わないからいいけど、ね。いつ今でしょう。おう。そういやさ。おう。あなた、なぜここに？おっさん。ちょっと待って、おっさん、おっさん、おっさん。おう、ごめん、ごめん。ど忘れした。急に来たからど忘れした。いいよ、いいよ、いいよ、もう、もういいよ、いいよ。どうぞ、どうぞ。おう。あれ、なんだっけ？ええ？あ、思い出した。奥さん、私はあなたのことが。ダメよ、私にはまさっかさんという人が。ああ、やらせだよ、絶対。これ、こいつに対しての侮辱でしかないよ。ていうか、もうセリフ忘れすぎだろ。いやー、急に言われたらさ、ほら。いや、だっていつやり終わったら今でしょ。今でしょ、で、急に来たらさ、ほら、びっくりしちゃうじゃん。君、流行語大賞だよ。あれ、流行語大賞なんか取ったっけ、あれ。取ってないだろ。忘れたな。あれ、すぐに消えたよ。消えたか。今年入ってすぐ。クローゼットなくなってるわ。え？そんなのあったの？なんか光ってる。うん、クローゼットの中に閉じ込められてたからね。あー。あー、なくなったな。いや、でも。クローゼットと共にさよならしたの。そんな素振り見せてなかったよ、あいつら。でもな、都合よく、あいつが現れてよかった。今でしょって言おうと思った直後。そうそう。なんだ、もうほぼ今でしょ言ってたからね。あ、言ってた？言ってたよ、多分。よかった、現れて。誰もおらんところで言うとこやった、私。今でしょって言って、やっと出てきたから。びっくったわ、あれ。もうそれでびっくりして。おあ、コウモリか。なんでそんなびっくりするところでもなかったね。さて、あの人影は？なんか嫌な予感しかしないんだけど。何の持ち主だ？なんか持ってる。なんか持ってんな。あー、ダイナマイトか。君危ないで。そこおっと危ないで。あー、バレたー。お疲れ様です。あれ、自爆してくれないかな、ほんと。いや、自爆してくれるよ。私が近づけば。じゃあねー。あれ？嘘だろ？嘘だろ？待って。そこで死ぬ。そこで死ぬ？そこで死んじゃダメだよ。ちょっとやろう思ったら。そこで死んじゃダメだ。あ、いいとこに3つもあるやん。やったね。あ、お疲れ様です。あ、びっくり。違う。なんでそんな真正面で。やろうとしたな。完全に。あれ。至近距離で外してしまったい。まさかだったね。まさかだったね。てか、誰一人落とさんかったで。うわぁ、一人しか落としてない。なぁ。そうだろう。ありがとうございます。ダイナマイトで殺されたやつしか落としてない。体力、それでいいの？死んじゃうよ。黄色が手に入れたいねんけどな。かといってこれ使うのもったいないしね。うん、いろいろとね。まあ、これでちょっとハッスルしちゃおうよ。これでハッスルしてね、またあそこから始めて、ここに戻ってきて、またこれでループする？なんて、そんな。もうなんかな、思ったけど、やっぱおったか。嫌がらせだね。まあ、そんな気はしたけれども。お、なんかダイナマイトおらんか？気のせいか。いる。まさかのいる。おー、お前ら投げてくるもおかしい。おー、ろ。ああ。ああ、今気づいた。いや、ダイナマイト完全に横にいたから。あ、カマしか見てへんかったわ。そうだろ？これはダイナマイト見るしかないと思ったよ。ああ。なんかな、友達とって怖さ半減してる分、なんか。すごく緊張感ない、ね。すっげえ緊張感ない。あ、またこっか。いるかな？いるだろう。はい、お疲れ様。急にね、なんかセリフ吐いたと思ったら。撃たれてもがいて死んだだけ切り刻まれて最悪な死に方してるこいつ。さあ行こう。体力がな
回復がね、回復薬がないんだよな。完全にあれだからね、ちょっと痛い感出してるからね、飯田さん、ね、ありがとうございます。誰か落としてくんねえかな、私のためにハーブを。このエイダさんのこのダイナマイトボディのためにハーブを。ダイナマイトボディなんだそれは。え、ボッキュンボンのことダイナマイトボディって言うんだって。いや、あれエイダさんは胸はそんなにでかくないぞ。あ、でもさ、胸はどっちかって言ったらな、アシュリーちゃんの方が大きいわ。マジで？うん、アシュリーちゃん結構ムフフだからとか言っても、アシュリーちゃんバカ見てて私です。決意と思う、これこの服装、レオン。じゃあエイダさんは、うん、エイダさんもこんな服装するぐらいだから、ね、こいつをやってもらおうか。やってもらわなきゃね。お、ちょ早い、お前な、そうだろう。まあまあまあ、エイダさんは背中と、うん、うん、後ろはエイダさんの方が綺麗かもしれないけど、私ね、アシュリーちゃんの後ろ見たことないからな。そうだね。待て。死ぬじゃなかった。死ぬ。いや、近い。バリ近。しかも、落ち方だろう。さあ、どうする？もうこれどうすんだよ。もしかしたら。頑張ったら、これ、こっちまで来て、頑張らないと来てくれへんかな。あ、来た。来たけど。ナーイス！いやー、やったー。ダイナマイトありがとうございます。よし。ダイナマイト。これ死んだらショックだ。ここで死んだら終わり。死んでくれたんじゃね？いや。あ、死んだ。ナーイス。みんな武器落としてくれたし。武器じゃなくて回復薬を欲しいんだけどな。ねえ。はい、よし、じゃあ飲もうか。金な。じゃあ金装備したら、こんな装備してくれたん、してくれるんだぜ、ポーズ。なんか変わったぞ。急に変わったぞ。まあ、そんなことどうでもいいから。どっちしよう。こっちなんどっか。ああ、もったいない。ああ、もったいない。まさか。これぞ私の腕のなさ。あれだから、久しぶりだから。久しぶりだからね。そう、久しぶりだからね。後ろダイナマイトいるしね、しかも。よし。ダメか。一人こっち来てくれたらありがたいねんけどな。投げに投げだからね。ねえ。近い。ライフルもないんだよな、今。残念なことにね。残念しょ。このまま逃げるとかダメかな。よーし、オッケー。おー。でもダイナマイトも、あ、そうや、逃げるっていう選択肢があったんだって忘れてた。それ逃げるっていう選択肢だけを忘れてたとか。マジで。忘れてたわ。そんな忘れ方あるの？さあ、どこ行けって言われた？いや、どこ行けって言われてないね。いや、ここにある。マジか。どれだ？目的地は、こっちか？それじゃね？あ、かな。これは、どこやろ？戻ってってるよね。かなり戻ってってんね。完全に戻ってってるね。今どこにある？ここ。ここは、あれやろ、うん、農場やろ、これ村やろ。村や。で、あ、村の外やな。なんか、あ、さっきのとこか？チェーンソーがおった。さっきんとこ？いや、さっきんとこよりもっと、戻ってるか。戻ってる。あー、了解。あ、なんかある。おー、ありがとうございます。もうなんかめっちゃ光ってるやん。なんか光ってる。君たちちょっと卵を産んでくれないかな。卵。あ、なんかすごい弾薬があるんだけど。え、あいつら運んでる時になんか落としてっちゃったの。そうなんかな。もしかしてリオさんが、あ、抱きかかえられながら、よし、ええ、ダメダメに、って。あ、卵産んだ。おー、ありがとうございます。そんな話をしている間に卵が生まれてるって。なんだっけ、そういうのあったな、なんか。なんか無印を残すために、あれだよ、ヘンゼルとグレーテルか、あのまさかのこうやって帰る道が分かるようにって言って、そうちょっと
バーって道しるべとして置いてったら、まあ、まだ枝さん着てること知らんのちゃうかな。いや知らんやろ、うん、だってあそこの時点で捕まってるってことは絶対知らないよね。知らんな。あ、物語的に確か知らんわ。ていうか知ってたら怖え。こいつ予知能力あるとか。おっと、いきなりか。嘘だろ、お前らな、いきなり現れんなよ。あー、なんかいらんとこに散らばってしまったな。なんかすっごい端っこ。そのまんまね、仲間割れしてくれたらいいんだけどね。ねえ、こいつは私がやるんだよい、的な感じで。起き上がるの早いねんな、なんか今回。ありがとうございます。お金めっちゃ持ってんな、こいつら。こいつらめちゃめちゃ金持ってる。何もないよな。あ、なんかあった。なんかちょっとガンでた。やっぱりなんかまた再配置されてんな。あれだね、イベント見たからだね。あれ、これレオさんのやつじゃね、取られたのか。あー、通りでないと思ったら、おお、いっぱいおるやん。こういう時はチャ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 ーン、主流だー、主流じゃん。バリトマコークとかマジうてえ。はい、お疲れ様です。おお、一気にさよな。落としてくれやつ少ないな。おい、なんでそんな落とさねえんだよ。あ、やっと。でもいい感じに、なんか死んでってくれたね。ね。あの帽子かぶってちょっとおしゃれしちゃって。そうそう。女の子がいるからって。うん、もう本当によ。女性だな、女性。人災狙ってたんだろう。何の趣味だよ、ほんま。人災人妻？人妻。もう何もないかな。何もなさげだね。ないな。あれ、さっき配置されたのは何だったの？取り忘れ？取り忘れかな？取り忘れかなんかじゃね。そっちそっち。なんかおったな。うん、なんか。さっきなんかおったな。うん、なんかいたね。おーてんな、そっちやな。なんかいるね。お前さ、それ、おぉ、なんか、なんか、なんか守ろうとしてる。なんか、横から、する？ぬるぬるぬる。あれあったー。なんか横からぬるぬるって出てきたよ。お前ちょ、早片付けな、やばいわ。くそ、足が当たらない。もうこれ画面やったらさ、脳みそ吹っ飛ばしたら勝ちっていうゲームにしない？飛ぶこともあるけどな。ピッカルヒットじゃん、どうやっけな、忘れた。さて、ちょっと話を聞かせてもらいましょうか。そのコート、その着ているコートは誰のですか？誰のですか？アンさん、それ誰の？誰の誰の？それはレオンさんが着てたやつじゃないか？これレオンさんだよね、絶対。だってレオンさん着てへんかったもん。ちょっとレオンさんのやけど、ちょっと刻んでる。あれだね、多分レオンさんのやつかっこよかったから気に入ってるんだね。俺はレオンのジャケットだわ。ですよね。だよね。完全切り刻んでて。取られたんか、やっぱり。欲しかったのかしら。かわいそう。あ、ちゃんとも、助けた後に渡してあげるっていう発想はないんだ。そうやな。ないねんな。あれだね。渡してあげんのか。気づいて、あそこに落ちてるからって。教えてくれるタイプの人なんだろうね。もしくは何も言わない。ああ。で、気づいたら、俺のジャケットこんなところにあるじゃねえか、汚ねえなって言わなきゃ。いや、まあまあ、気づかんねんけどな。そうか、取られたのか。それも村人に取られたのか。普通に嫌だね。村人に取られるって。これさ、もう完全にさ、レオンさんがさ、誰かの、女の人にさ、ちょっと、大丈夫的な感じでかけていい感じのジャケットだと思う。ああ、なんか出てきた。イベント村長やな、あれ。ああ、これか。あ、
なんか見ててな、おもろいで。あ、え？あ、まだムービー、まだか。ちゃんとしたムービー見せてくれないとか。こちらなんもないのね。中入っていいんやんな。多分いいんじゃあ、入る前になかったわ。なんか喋ってる。英語わからない。英語じゃないな。確かスペイン語やっけ？マジで？どこやっけな？忘れちゃった。同じ血が混じったようだ。あ、上でちょっと揉め事や。だが、お前は所詮よせ者、よそ者。覚えておけ。目障りになるようなことがあれば、容赦はしない。くえな、見ててな。めっちゃおもろいから。おう。同じ地？これ行くねん。バリ意味わかんねえみたいな顔してるな。私これで行ったらいきなり困難されたから。バリ殴られたから。容赦しないとか言われたから。そうやねん、もう容赦せえねん。そしてジャケットお疲れ様です。ジャケットおつですやな。これでな、初めて。ちょっと感づくというか。レオンさん、ジャケット。ジャケットが。さっき着てたよ。さっき着てたけど。うん。なんか青年が着てたよ。あら、囲まれたよ。青年やったっけな。まあいいけど。青年じゃねえな。おっさんっぽかったよ。おっさんか。おっ。あ、捕まった。村長や。あれ完全に捕まったよね。まさかまたなんか盗まれたりしてな。この耳に、耳じゃない、首に巻いてるやつとか。あ、なんかちょっとおしゃれだからちょっと盗んでみたとか。ちょっとやってみました。え、一番最悪なのは服を脱がすとか。そんなあれは、あ、そんなはないよ。そんなあったら私ちょっと殴り込むに行ってよ。もうすぐやられるだろうが。やっぱりセクシー。ああ、これやったんか。これ、レオン編で気になってたらこれやったんや。お前ら何してんの？マジか！ちょっと待って、たったんだ。うわ、びっくりした。急にコマンド。あー、ほう、ちょっとパンツの中に見えへんかったね。あー、太ももに傷が。ちょっとイラってした、ね。ちょっと待って、お前らちょっと待って、お前らそれ手に持ってるもんなんやん。怖いな。はい、お疲れ様です。手に持ってるもん、怖かった。全員トマホークっていうな。あ、落としてる、落としてる。結構綺麗に落としてる。ありがとうございます。え？おー、トマホーク、トマホーク、トマホークじゃない。手榴弾で知らんの初めて。あれじゃない？すごくかすり傷っぽかった。ありがとうございます。にしても、エイダさん足綺麗だったな。綺麗だね。やっぱりこの、足のところがね、ヒラヒラしてるからね。足も。あれやっと。飛び降りて。ちょっと待って、もう、たまたま。びっくりするわ。爆弾持ってる。ダイナマイトだな。よーし、オッケー。ありがとうございます。おー、いっぱいくれるね。ね、こん、なんかこっちに入った瞬間やたらだ、もらえるね、これ。お、まあ、また帽子かぶってる。おお、ぶれ。農場のおじいさん。セーターはいつから出るんだろうな、これ。さあ。ムービーまたあんのかな。あるんじゃん。まさか。ティマさんの時はね、ムービーあったんだけどね。どうなんだろうね。ね。お、なんや、君か。おじさんさ、鉄製の鍵。Welcome。公然わいせつ罪。Your selection a good thing. What are you buying? マシンピストル買っとこう。やったね。ライフルはまた次買えばいいわ。これ次がなかったら悲しいけどね。
まだあると思うけどね。あれでまだまだ次、序盤の方やし。まさかの次さ、商人に会えないとか。そんな序盤から会われへんかったら困りくね。まだレアさんの時でもここ序盤やからね。マジで。まだまだいっぱいあるな。なんか適当に配置変えておこう。見栄えいいね。よし、行こう。購入しなくていい。お、なんか、おー、ありがとうございます。めっちゃくれるね。ロッお、来キー、たこよ。れを待ってたんだよ。来たね。だね。よし、これでいつ、体力が失われても、体力が増加する。で、この人終わって、起動用の鍵を使えばゴンドラを動かせそうね。ってことは、鍵がないってことだな。さっきの鍵のはどこのだ？まさか、全然違うところか？もうちょっとだね。これはどこや？ゴンドラでこっち行くか？ってことは、下やな。あー、レオンさんとこ、レオンさん編で、あれや、村長と戦ったとこや。これ、エイダさんでめっちゃ早いけど、レオンさんで行くのめっちゃ苦労すんで。マジで？もう、あ、セーブ地点あったよ。やっとこ。こまめになんセーブかだよ。来そうだよね。なんかこういうとこって一番なんか来そうで怖いよね。ねえ。めっちゃもう、レ怖いオこれ。さんでも、ちょっとボス戦があったからね。怖いよね、こういうの。もうふセーん。ブ地点あっよたし、ら行こセーブしないといけない気がう。あ、する。鍵を探さないと。あー、これでな。オッケー。おお、あいたいた。さあ、何が出てくるあと思ら、あう？ら、何これ。すごくイベントな気がしなくもない。違うああ、かっまだか。た。なんだ、裏切りだ。でも暗いね。弱いね。めちゃくちゃ暗いね。急に何かが出てくるとかありそうだね。とりあえず中入ったら危ない気がするから、あたりのやつ見とくわ。お、なんか光った。おお、ありがとうございおます。店員か。おお！お、めっあちゃりもがらとうごえざいる。ます。そうだろう。このステージに変わった瞬間、超もらえるじゃん。よし、オッケー。さあ、行くか。おお。おっと、お前か。え、女の人？チェーンソーの女版。男よりちょっと立ち待っがて。悪い。ちょっと待って。なんかもう一匹なんかいたよ。完全もう一匹いたよ。おった？なんかね、どっかもうかとらりあえず男の待つ人よ。の声が聞こえたね。ん？あれ？なんか降りてきてる。増援ですか？増援増援。まさかの増援。来た来た来た。はい。自分勝手に燃えて。あ、怖い。めちゃくちゃ。ああ、怖い。マジ怖い。燃えお疲る燃れえる様燃でえる燃える。す。ちょ、君ら相手に使いたくないねんけどな。燃えねえ。まさかの燃えてねどうしよう、こいつら相手に使いたくないな。でも、マシンピストもったいないしな。え。とりあえずまあ。はい、お疲れお疲れ。こんなとこに出てくる？嘘だろ？もうこんなとこで出てくるとか最悪じゃねえか、おい。おお、危ね。バリ弾アにだ。気づいてよかった。待て。あ、ナイス。ナイスナイス。まだ生きてる。焦る。あー、マジで。やめておこう。またなんか、悪夢が蘇る。まだか。こいつまだかよ。終わった。ゴッドが消えた。ゴットラああ、あ制りが御。とうございます。あ、いいね。めっちゃ使ってしまったやないか。
やばいね。焦ったわ。超焦るわ。ありがとうございます。まさか、まさか急に寄生虫グビャーいきなりな。このステージから多分出るんやろな、おい。君何残ってんの？自滅だよ。まだまだ真っ黒になってへん。ほぼ自滅に近いことされて。なんだって、なんだって、なんだって。嘘だろ。燃えろよ。燃えちゃいなよ。あ、焦った。ありがとうございます。ってことは、ハンドガンの弾がもう危ないってことだな。まあ、75発あったが。ありがとうございます。ショットガンやたらとくれるね。まあまあ、後々めっちゃ使うだろうからね。ありがとうございます。いろいろくれるね。ねえ。あ、なんか光ってた。私は見逃さなかったぞ。いいね。この見逃さない感じ。ここめっちゃあるからね、いろいろ。ありがとうございます。これで揃ったんじゃないか？いけたんじゃない？いけたんじゃねえの？お、ありがとうございます。いっぱいくれるね、ここ。ねえ。いいね。これいっぱいくれるところがあると嬉しい。ショットガンしか使ってへんけどね。これ、コスさんの時はスピーネル手に入ったんだけどな。うん、なんもなかったわ。なんもくれねえ。もう見逃してるとこないよな。これで見逃してたら泣くぜ。まあまあどうせ気づかんからええけどな。 あったわ。あ、なんかあったよ。ありがとうございます。回復薬や、大切な大切な回復薬がね、なかったら困るからね。ね。なかったら完全におっつってなっちゃう。まあコンティニューポイントあるけどね。コンティニューって。びっくりした。こいつなんで残ってんの。アンさん消えろよ。もう消えろよ。なんで消えないの。さあ、ゴンドラのとこ行こうか。さあ、戻らなきゃいけない。これで戻ったときに、なんか、また、ボス的なやつが出てきたら、もう泣きたいね。あー、出てくると思うで。うわ、嫌がらせだな。もしかしたら。え、ちょっと待って。え、あー、びっくりした。うん、なんか。またそれか、お前。投げて投げて、早っ。よしよし。わー。弾のやつが一番怖いんだよ。あれ、おっちゃん、新しい帽子かぶってへん。マジで？あれ、見られなかったわ。あらら。ここでセーブをしていこうか。そうやな。とりあえず、チェーンソー倒したからね。ねえ。チェーンソー倒したってことは一回、行きましょうか？お？はい、では一旦切りたいと思います。